カキンゲームズ。ヒカキンはどこにいるでしょうか。チクタクチクタクチクタク、ここだよここだよ、こここここここだよ。ハロー YouTube、 ヒカキンゲームズへようこそ。どうもヒカキンです。はい、今回のヒカクラは冒険です。というのもね、ずっと前、少し前に奥に見えるビュファミリーマートを作るためにネザーでめちゃくちゃこうたくさんネザー水晶を取りに行ってたんですよ。そしたらね、結構ネザー入って近いところに行ったことのない巨大な要塞があったので、今日はそこをね攻略したいと思います。今までもねネザー要塞いくつか攻略してきたんですが、結構その中でもでかそうに見えたんだよね。行くぞー。でもうね、このエリトラで要塞までひとっ飛びしていこうと思います。危ない危ない、行くぞー。ぴょんぴょん、いざネザーへ。うわー、なんだ中身見えちゃってる、中身見えちゃってる。オッケーで、中身見えて到着。助けて、あばばばばばば、よし行くぞ。で、方角的にはね、あっちの方なんですよ。あっち、そう、まさかね、ずっと前違うパソコンでやってた時にそっち側行ったことあったんですけど、ちょっとねパソコンの画面が暗かったんですよ。それで多分見えてなくて、今使ってるこのパソコンの液晶だとね、すっげーよく見えて、なんでこれ見つけられなかったんだろうっていうぐらい近くにありました。だからこの辺の高い位置から飛んでけば、多分1回か2回飛べばもう着くと思うんだよね、多分その辺まで。ぴょん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 で、一応ね、たくさんお宝取れるように開けてきて、さらに、エンダーチェストも空っぽで持ってきております。まあ、これだけあれば足りるだろう。で、一番欲しいのはダイヤの馬の鎧かな。あれはね作れないから。さて、あぶ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 、間違え飛んじゃった。あぶ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 、焼肉持ってんだからね、焼肉が焼かれて焦げ肉になっちまう。よけろ。よし、この辺からだな。でね、あっちの方角行くぜ。さらに極めていくからね、高さで。エンダーマンは見ない。エンダーマン見ると命の危険が迫ってくる。オッケー、天井まで来ました。行くぞ、ネザー要塞までひとっ飛び。うぅ、ねえ、このね溶岩、うっ、おい、ガスト、ガストさん、うおこういうことするから。あれ、このネザー要塞は、ちょっと待って、ちょっと待って、ああ、わかんなくなってきた。ひとっ飛びじゃねえわ。嘘つきましたね。あっちだな。さっきの要塞はずっと前にも行ったことがあるところです。ガストの横を飛行したのは初めてだったね。ああ、ガストさんまだ怒ってる。どこ、また違う人。ああ違う人だ。やばいやばい。そのために弓矢持ってきたあるよ。そのために弓矢持ってきたあるよ。わあ、おっしゃそしてガストの涙はすごい欲しいんだよね。レアアイテムでござります。ありますか。ああ、焼けちまったか。ないか。うわー、最悪。ちょっと運が悪かったかな。ガス、あ、ポンって生まれたね今ね。行くぜ、おらー、すこ、俺の命中率半端ないぜ。うおお、いったやっぱ長年やってると弓も上手くなってくるもんでね。あー、あ、ギリギリあそこじゃん。よし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 。ただこれどこ。うわ、怖え、これ。ただあそこまで飛行、あ、ばばば、飛行したい。うわー、で、一応火炎耐性の防具も持ってきてるんですよ。うん、エリトラ脱いで切る。あれ、うわ、ねえや。やっぱ剣で倒さないとダメだね。ドロップ増加の剣で。あ、ちょうどでもいい場所来てる。これ飛んでいくとか言って全然飛んでねえや。めっちゃ歩いてる。徒歩だよ、徒歩。徒歩だと遠いんだよ。で、ここがね、初めて来たネザー要塞ですね。もうあれいつだろうね、ブレイズにめちゃめちゃビビってた時代だからね。ここここやばいとか言ってそう。ほらほら、ブレイズいっぱいいる。ここが初めて来た要塞だね。で、この奥なんだよね。そう、だから一瞬同じ要塞かと思ったんですよ。危ない危ない危ない。そしたらね、違うんだよね。
で、こっちの方絶対ね、ずっと前歩いてってるんだけど、ここのね、あのもうあの辺なんだよね。ああ、エンダーマンだ、危ない危ない。そう、この辺のネザー水晶とかもね、結構取ったんだよね、低い位置のやつは。さあ、もう見えてきますよ、多分。ほら、ほら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 、近くない？これめちゃくちゃあれです、あれ、ほら、でかいの、めちゃくちゃ。かなりこれビッグサイズだぜ。ていうか、むき出しになってる感がすごいからでかく見えるのかもしんないけど、あれ？あれ、あそこにもあるね。あれも要塞だな。埋まってんな、この辺も。どうしよう。え？あれ要塞、ちょっと行ってみよっか。要塞もね、結構一回で攻略できなかったりするんだよ。もう、かっ飛ばしていこう、今日は。行くぜ。せーの。剣、剣、剣。剣。うわ、やばいやばい。やばいやばい。危ない危ない危ない。剣で倒したい。どこどこどこ、 あんな上は行っちゃってんな。あいた。ドロップ増加3の剣で倒すとガストの涙がもらえるので、うっはい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 、きついねこの距離は。うっ、あいた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 、あーふっ、あいたいたいた、ダメだ、やつが移動してる、あまりにも。ふっ、腹筋トレーニングだなこれ。ダメだこれ、永久に当たんない。危ねえ。よし、ほら、やっぱ落ちる。あー、2個とか落ちてるね、これ。よかった、粘ってよかった。4個よっ、最大ドロップ数、来た。で、僕が行きたかったのは、そこ、ほら。何ここ。どう見ても、埋まってんだよ、要塞が。あれ、あれも要塞？あー、じゃあ行ったことある要塞かもしんねえな、ここ。ちょっととりあえず登ってみよっか。で、ここ見て、ちょっと見たら、あっちのむき出しの方行ってみよう。ネザーでも砂は優秀だよ。よいしょ。砂って実はめっちゃ優秀だから、ほんとに。ほらほら、そこだそこ。ここぶち抜けばいけそうだよね。ちょっと今日はグローストーンはまあほっといて。危ない危ない危ない。さ、あ、来た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 、ほら見えてきた見えてきた。あれが床でしょ、多分。じゃあこっからはネザーラックに切り替えて、ちょっと床を作っていきましょう。よいしょ。暗い暗い。行くぞ、ポコンポコン。あれ、どうなってんのこれ。あ、空洞になってるよね。あ、来たことある。えっ、ひょこりんって感じで来たことあるので、じゃあ戻りましょう。むき出しの方行こう。うわっほい、よいしょ。やっぱ大抵は行ったはずなんだよ。でもあれはね、行ってないんだよね、多分。楽しみだな。ダイヤの馬鎧あってくれよ。ウィザースケルトンが立っておりますね。で、こっちは行ったことないな、さすがに。多分もうね、マグマブロックとか見えてくると思う、そろそろ。要するに、この要塞は行ったことある違う要塞で、こっちは新しい要塞ってことね。まあ、パッと見じゃ分かんないよね、なんか繋がってそうだから。うわ、でけえ！ブレイズいるね。で、ちょっと、飛行していきましょうか。私は飛行の神である。うおー！空の神。よし！あ、嫌なのいる。すごいね、こんな入り組んだなんか狭いところに。うわ、でかいこの要塞、ほんとになんかかっこいい。おー、でかいでかい。これ湧き潰ししたらいいあれだね。あの、あれ消えた。あー、真上にいる。もう撃っちゃうわ。ふいーしゃいー、あぷっすー。さあ、あー、セーフ。見て、このこの1ブロック分のセーフ。イエイ。よし、それじゃあ登っていきましょうか。相当でっかでっかだよ、これ。でっかでっかって感じだよ。よし、こっから飛んでいこう。飛ぶことにこだわる男、それが私です。空を飛んで、お宝を盗んでいく。それが私のスタイルです。怪盗キッドみたいになってんな。うわっ！え、すごくねこれ。これ絶対、一番ウィザースケルトンの多分頭蓋骨取りやすい構造。うわ、ブレイズ狙ってきてる。すごいね、お前。そんな遠くから私を狙ってくんのか？
命中率高いよ。あ、動く動く、よっしゃ、うわ、うまいうまい、本当にうまくなってきてる。いくぞ、せーの、要塞待ってろよ。おー、おウィザースケルトンさんこんにちは。あぶね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 え、うわ、ガスト、なんかここすごいね、湧き方がカシャカシャいってんな。あれどこ落っこしたの。とりあえずお宝取りに来たからさ、うわ、べべべべべ、お宝お宝、宝箱にしか興味ねえんだ俺は。あぶねあぶね、ここすごくない、この見晴らしの良さ、これすごいね。ウィザースケルトンのね、あの特徴はね、いきなりカーブしてくんだよ、この辺で、直前で。それで、タイミングミスるんだよね。よし。いや、これは、いいなぁ、いい要塞だ。ここまでむき出しになってるところ、僕、出会ったことないんで、ただこれね、すげぇ落とし穴感半端ないんだよね、この辺。で、一段下がんないと基本宝箱ってない気がするんで、その辺だよね。危ねえ、危ねえ。さあ、お茶の子さいさいな感じで取っていきますよ。ブレイズロッドも取り放題だぜ。あとブレイズトラップって作りたいんだよな、そろそろね。経験値も取れてブレイズロッドも無限に取れますよみたいな。ポーション作る時とかにね使うから、ブレイズロッドは。あとエンダーマントラップも作りたいしさ、まあ、とりあえずこの辺のスポナーを潰すのは別に今はしない。元気に湧いてくれって感じで。よし、行きまーす。こっからが本番で。あ、思いっきり松明忘れてきた。松明なんて置いてる暇はないんだよ。うおー、びっくりした見え、あ、あら、来た。この下のエリアからだな、宝箱。さあ、行きますよ。ダイヤの馬鎧、一発目で出ちゃった。よーん、うぅー、ラッキー。ちょ、初めて2つ入ってた気がするんだけど。やば。で、うっ、いっぱいある、いっぱいある。いっぱいある、いっぱいある、いっぱい、いっぱい、危ねえ。ほら、いるいる、守ってんだよ、宝を。危ねえ、危ねえ。さ、ダイヤの馬鎧は、ドン。うわ、え、今回当たりだよ、半端なく。ほら、見て、2つ開けただけでもうこんなになっちゃうんですよ。そう、大体いつも持てないやってなるの。分かってて、エンダーチェストちゃんと持ってきたからね。う、普通の人だ、普通の人、いて。この普通の人おー、やった、普通の人の先に。せーの、ダイヤ、うおー、3個入ってる。そしてゴールデン馬鎧、ネザーボート、うおー、ダイヤの馬鎧。あー、だんだんちょっとだんだんクオリティ落ちてきてる。さあ、エンダーチェストの出番だよ。もういいやつ預けちゃおう。あ、これは持っとこう。かさばるもん全部預けとくか。オッケー、よし。すでになんかもういい回だな。おお、ちょ、いきますよ、せーの、ほっ、おー、いいじゃん。馬の鎧はいつになっても嬉しい。うん、とりあえずこっち側もうないな。ただね、まだ多分ある気がするな。あのデカさだからね、外から見て相当なデカさだったから。もう一箇所降りるとこあったよね、確か。迷うなー、これ。うわ、この広さだもんなー。こりゃ迷うわ、さすがに。どれが開けたかよく分かんなくなるしな、これ。一段上に行きたい、階段で。こっちか。あった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 。上から、別のとこ下がっていく。こっちか。うわー、ほらほら、あった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 。ネザーウォートがある、この奇妙なところ。この上とかも怪しいんだよな。うお、え、なにこれ、ちょっと今までのと構造が少し違う。そしてマグマ流れてて変な感じ。あった、キノコが生えてやがる。これは珍しい。せーの、ふっ、うん、ゴールド、うん、ゴールド。ああ、もう外出ちゃうな、ここは。まあ外出たら帰りやすいんだけどさ。そう、ネザーって意外とキノコめっちゃ生えてんだよね。そう、キノコ集めるならネザーがね、いいんだよ。赤いキノコも普通のキノコも結構生えてんだよね、よく見ると。ああ、ああ、地獄や、地獄や。あ、すごい、マグマ大丈夫なんだね、君は。さすが地獄の番人。うわ、すごいな。あ、ここも外側だ。そう、こうやってね、あの面積が、むき出し面積が大きいとすごい湧いてる、湧くから。だってこれ湧き潰しとかしてないのにさ、あぶね湧き潰しとかしてないのにめっちゃウィザースケルトンいるでしょ。お前だよ、お前。よいしょ、あいだ。あー、これノックバックつけちゃうとめっちゃ吹っ飛ぶんだよな。落とせ、たまには。
落とさねえな、相変わらずケチだわ。こっち行ってみるか。うぅ、怖え。これ上歩くのって怖いよね、すごくな、ピークマン。あぶない、ばこれ危ないパターンや、お前よし、どっから入ろう。え、このちょっと待って、一応座標見とこう。はい、マイナス650、80ぐらいか。危ない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 、ここ本当に多分湧くよ、これ。スケルトンちゃんと作れば。ただ前頑張って作ったんだけどな、あそこよりこっちの方が絶対いいよな。ちょっとこの辺から入っちゃおう。あーあああああ、びっくりした。すっごいいるよねこれ、すごい。普通にこれ何もしなくてもここで戦ってるだけで骸骨ゲットできるんじゃないかなって感じしてるわ。よいしょ、危ねえ。うわー、あ、来た。ういーす、チョリース。あー、撃ってきた。危ない。いや、まだ絶対行ってないとこあるんだよ。あ、危ねえ。うわ、すごい。やっぱここ最強だわ、この要塞間違いなく最強。危ねえ、ちょっとやばいぞ。危ない、マジで危ない。うわ、すげえ、ひどい。いじめだ、いじめ。全勢力で来てやがる。涙落ちてない、火薬しか落ちてなかった今。やべ、マジで地獄だここ。危ねえ、ブレイズうまくかわせてるけど。よし、頭蓋骨は？頭蓋骨ねえ、あんだけ倒してねえんだ。意外と見たのかな。あとこっちは、うぅどこ、あ、やべ、食らっちゃった。ついに食らっちゃった。どこ行ってもいる。うわ、ほらマジでいる。何お前さん、かつてないよこんなこと。むしろ会いたくても会えなかったのにさ、カランって言ってたな今。うわー、ちょっと待って、うわ、やばい、ちょっとやばい、これやばい、さすがに。空飛んで回避。あーやばすぎるこれは。はあ、ありがとうピッグマン。大丈夫でっかって感じ、ピッグマンさん大丈夫じゃねえよ全然。あと一歩でやられるとこだったよお前らにな、こんにゃろ。うお、いた。お前はどこにでもいるね。お前もだよ、畜生。うまいね。帰るわ、もう帰っていい帰らせても、うん、なんだかんだ最初の方にもうなんか集中して見ちゃったな多分。この野郎すげえ湧いてくる。ここは開拓したいマジで。あ、いて、やべ。この野郎、あ、やばい、さすがやばい。何回もこの辺で苦戦してるマジで。いてえっつの。スケルトンも意外とやだここ。あ、ま、危ない、マジで危ねえ。うわ、すごいここ本当に。あっち行きたい。あ、危ねえ。よし、結構最初の方にも全部運よく宝箱にたどり着いたっぽくて、もうないっすね。ガーッと見たけど、さあ飛んで帰りましょうと言っても、あ、やべ、スケルトン仲間みたいな勘違いしてるスケルトンも敵だよーん、危ないよ。飛んで逃げようと思ったその瞬間、痛いよ、よいしょで、帰る方向どっち。ちょっと待ってよマジで、帰ろうとして、みあれ消えたし。あ、最初あそこから来てるってことは、あっちだ、さらばだうん、スマートに宝をゲットして帰る、これがいいんだ。え、嘘でしょ今、どこ、どっから撃ってきた今。まあいっか、すごい。こうやって見るとでも上から全部、え、うわ最悪じゃんお前さんは、本当に最低最悪な野郎だ、かんやろ。よし、パンチがついてるからねこれね。ほらこれですよこれ。ちょっとね、これはウィザス系の頭ゲットするため要塞として使おうかな。っていうのもね、なんでいいかっていうと、ネザーラック
がないのでゾンビピッグマンが湧きづらいんだよね多分これ。そう、うわマジかよ、おい、貴様、危ない、ちょっと待って、危ない、非常に危ない、ちょっと待って、危なかった、喋ってる場合じゃねえなこれマジで。高、あんな高く浮上してくると思ってなかったからな、危ねえ。よし帰りましょう、マジでやばい。うん、これはビザスケ、ここ開拓しよう絶対。ちょっとね相当時間かかるかもしんないから動画外でやるかもしんないけど、多分ウィザスケパラダイスっていう感じになるよ、ここウィザパラになるよ、ウィザパラ。よし、カムバック。なんか低い、低いけどここが高いだけで合ってるよね、ここ。あ、ばばばばば、よしよしよし、こっちだよね帰る方向だ。これうまい、うまい感じで飛行できてる。これであの初めて見つけた要塞がそれ、めっちゃ成功してる飛行に、イエーイ、ここまで一発で来れた。こう考えると要塞って結構近くにもあるもんなんだよね。3つくらいあるってことだからね、これ今回スマートな時間でさりげなくね収穫もいいっていうね。うわー怖い怖い、危ない危ない。あ、ここ飛べる。ここも飛べるな、飛べるところは全て飛んでいくスタイルだぜ。いや早いよね、でも歩くよりはね。うん、で、あの他の部位で火炎耐性つけてればネザーでこれあの すごい便利です。危ねえ。ほぼ意味ないところで飛んでるからね。よし、もうすぐそこなんですが最後ね飛んで飛んでいきましょう。やたらこだわるっていうね。よいしょ、行きましょう。うわ高いな、え、なんか透き通ってて翼が全然見えない。行きます、カムバック、よーし、おおほおほお帰ろう。うまくいった、すごいすごいいい冒険だったな、な鳥さん。今日も逆さだね、ね、頭に血のぼってるね。よーし、すごい収穫だった。いや、あれはいい要塞だよ、ほんとに。ね、うわ、すごい。それも今回収穫すごい、この辺が。ダイヤの馬鎧。もう結構集まってきてるよね。あ、結構集まってきてる。1体つけてるから、計6個くらいあるね、もうね。いいね。もう鉄とかこれもうめっちゃあるからね。金もこれもう、もういらないか。もういらないか。欲張りすぎだね。で、ガストの涙もほら、30個くらいいってる。はい、というわけでね、すごいいいお宝もゲットできて、なおかつすっごい当たりのね、ネザー要塞だったんで、今後ちょっと開拓していきたいと思います。このヒカキンゲームズ、ぜひぜひチャンネル登録お願いします。そして、良ければ他の動画も関連動画などからぜひご覧ください。本日もご視聴ありがとうございました。それではまた次回のヒカクラでお会いしましょう。バイ。